ジューナ・バーンズ1921年頃ジューナ・バーンズはアメリカ合衆国の著作家。1910年代にグリニッチ・ビレッジで、さらに1920年代、1930年代にパリでボヘミアン的生活を送りながら執筆活動を続け、20世紀モダニズム英文学の発展に重要な役割を演じた。小説 夜の森は T.S. エリオットの紹介にも助けられ、近代小説のカルト的作品となった。レズビアンをテーマとした描写や独特の文体で今日でも交際を放っている。バーンズの死後、その作品に関する興味が上がり、作品の多くが再販された。バーンズはニューヨーク州コーンウォール・オン・ハドソンに近いストームキング山のマルタ小屋で生まれた。父方の祖母はゼーデル。 ターナー・バーンズという作家、ジャーナリスト、女性参政権活動家であり、勝手は影響力ある文学サロンを主催していた。父、ウォルド・バーンズは売れない、作曲家、音楽家、画家であった。1889年に、バーンズの母エリザベスと結婚したが、ウォルドは一夫多妻の衝動者であり、バーンズが5歳の1897年、愛人のファニー・クラークを同居させた。 子供は8人生まれたが、ウォルドは家計を支える努力はほとんどしなかった。祖母ゼーデルは息子が進化を認められない芸術の天才であると信じており、家計を支えるためにも書き、収入が減ってきた時は友人や知人に金の無心の手紙を書いて補充していた。バーンズは第2種として子供時代の大半を低イやイボ邸の世話をすることで過ごした。 初期教育は家庭内で主に父と祖母からで二人は書くことや芸術、音楽は教えたが数学や綴りについてはおろそかだった。バーンズは自分は正規の学校教育を全く受けなかったと主張したが10歳以降にしばらく公立学校に入学した形跡はある。ただし出席状況は良くなかったようだ。バーンズは16歳の時に交換された。 おそらくは、父の同意を得た隣人か、あるいは父その人によって出会った。バーンズは、最初の小説、ライダーで遠回しに、この交換のことに触れており、過激で、知られた最後の戯曲、交渉ではより直接的に言及している。何年も、同じベッドで寝ていた、祖母ゼーデルからの手紙には、性的に明け透けな言及があり、祖母との近親相関的な関係をも暗示している。 祖母との性的関係は研究者の間でも意見の分かれるところだが、後にバーンズのパートナーとして知られたテルマウッドのことをバーンズは祖母を思い出させる存在と語っている。バーンズは18歳の誕生日の少し前にファニー・クラークの兄弟パーシー・ホークナーと結婚に関する教会の承認と儀式なしという私的な儀式のみで心進まない結婚をした。 その時フォークナーは52歳だった。この縁組は父と祖母、母、兄弟によって強く勧められたものだったが、バーンズは彼とわずか2ヶ月間同居したのみで家族の住むロングアイランドのハンティントンタウンシップに戻った。1912年、当、ウォルドが働かないためにバーンズの家庭は破産状態となり、家族がバラバラになった。母エリザベスは バーンズと三人の子供を伴ってニューヨーク市に移転し離婚を申請して父、ウォルトがファニー・クラークと自由に結婚できるようにした。この移転をきっかけにバーンズは初めて正式に芸術の勉強ができる機会ができた。プラット・インスティチュートに約6ヶ月間通ったが自分自身と家族を支える必要に迫られ通学が大きな負担となったため間もなく退学して ブルックリン・デイリー・イーグルの記者の仕事を見つけた。その後の数年間で、バーンズの記事は、ニューヨークの新聞のほとんど全部に掲載された。バーンズは、インタビュー、特集記事、劇表や様々な新聞記事を書き、時には、バーンズ自身の手になるイラストも添えた。また、ニューヨーク・モーニング・テレグラフの日曜版や、パルプマガジンの、オールストーリー・キャバリエ・ウィークリーに、 短編小説を発表した強制接触の様子。ワールドマガジン1914年9月6日の切り抜き雑誌記者として、バーンズの新聞雑誌の文章の多くは主観的で経験主義に基づくものであった。バーンズはジェームズ・ジョイスとの対談について執筆したとき、ジョイスの著作を敬愛していたのに注意力が散漫になっていたために、 ジョイスの言ったことの一部を抜かしてしまったことを認めた。裕福な13階級出身の成功した戯曲家、ドナルド・オブデン・スチュアートのインタビューでは、バーンズはスチュアートに向かって他の作家たちは成功するために必死でもがき続ける一方で、あなたはコロコロと転がってきて気づいたら有名になっていたと叫び、それから私だったら死んでもいいくらいだとも付け加えた。 バーンズの電気作者、フィリップ・ヘリングが指摘するように、これはインタビューを終わらせる言葉としては、清めいらせる、おそらくは前例のない一言である。バーンズは1914年のニューヨークワールドマガジンの記事では、強制接触を取り上げた。自ら強制接触を体験しているシーンを載せ、こう書いた、私が自分の肉体的な機能に、 この野蛮な権利侵害を加えられる役を演じて、焼けるような怒りを感じるのだから、切実な恐怖の中で実際に試練を味わっている。彼女たちは、その精神の生域を犯され、どれほどの怒りの炎を燃えたぎらせたことだろうかと書き、私は、私と同じ女性の最も勇気ある人々の最も、偉大な経験を分かち合った。と締めくくった。保守的な婦人参政権論者。 キャリー・チャップマンキャットが、婦人参政権論の演説者を志望するものに、好戦的なポーズを取ること、あるいは、足を人目につかせる服を着ることは、決してしないようにと訓戒したとき、バーンズはキャットをからかい、より進歩的な婦人参政権論者らを支持していた。婦人参政権論者のアリス・ポールとルーシー・バーンズが、彼女らのハンガーストライキと非暴力抵抗に向けられた、メディアの注目を利用して、 婦人参政権を要求したとき、キャットは彼女らを排斥しようとした。バーンズは、キャットの保守性は、婦人参政権運動の障害ではないかと示唆し、彼らが受けた虐待が、自ら強制接触という拷問にかかる経験を、するという動機になった。バーンズの1916年の記事、ビレッジの人々が楽しむ様子に添えられた、グリニッジビレッジの住人の風刺的な素描。 結局のところ、人はブレスレットに忠実でなければならない。グリニッチビレッジ時代1915年、バーンズは家族と同居していたフラットからグリニッチビレッジのアパートに移り、そこで流行していた芸術家や作家のボヘミアン共同体に入った。その社交サークルの中には、エドマンド・ウィルソン、ベレニス・アボットやダダイストの画家で詩人のエルザ・フォン・フライター・クロリンがいて、 バーンズはその元気を書こうとしたが、完成はしなかった。彼女はワシントンスクエアの屋根裏部屋で雑誌や小冊子を出版していた起業家でプロモーターでもあるグイード・ブルーノとも出会った。ブルーノは平気で悪事を働くという評判であり、儲けるためにグリニッチビレッジの住人を食い物にしていると責められることがしばしばだった。彼の部屋は、 近隣のボヘミアンアーチストたちのギャラリーをお金、ね、詩の朗読会やレクチャーを開き、旅行客から入場料を取っていた。しかし彼は、検閲には強く反対し、1915年11月に、バーンズのリズム素描集嫌味な女たちの書を進んで出版して、刑事訴追される危険を犯した、ザブック・オブ・リプルシブ・ウィーメン。驚いたことに、この本の最初の詩は、 女性同士のセックスを描いていたにもかかわらず、法律的な意義申し立てはなされなかった。その一説は、今では、明白に思えるが、当時のアメリカ文化において、レズビアンは事実上、目に見えない存在であったため、ニューヨーク悪徳弾圧協会が、そのイメージを理解し得なかった可能性がある。他のものは世間ずれしていなかったし、ブルーノは本の評判につけ込んで、 本の価格を15セントから50セントに引き上げてその差額をポケットに入れることができた。20年後、バーンズは夜の森の登場人物、フェリックス・フォルクバインのモデルの一人にブルーノを使い、その貴族気取りと称号保有者や重要人物であれば、誰の前でもお辞儀をする習慣を義が化した。バーンズのイラスト、シングの義曲、聖者の泉の一シーン、 境界の生誕に生えている、ちょっとしたうばらに隠さないか戯曲作家としてバーンズは、商業的な成功よりも、芸術的な成功を強調する、素人演劇集団である、プロビンスタウンプレイヤーズの一員であり、それは、彼女の価値観にぴったりだった。プレイヤーズのグリニッチビレッジにある劇場は、馬小屋を改装したもので、ベンチシートと、ちっぽけな舞台があるだけだった。バーンズによれば、 いつでも馬たちに返してあげられる代物だった。しかしそこは、アメリカ演劇の発達に、大きな役割を果たした。ピューリッツァー賞受賞者のスーザングラスペル、エドナミレイ、詩人ボレス・スティーブンスや、セオドア・ドライサーの作品を上演したほか、友人オニールのキャリアもここから始まった。1919年と1920年には、バーンズの一幕ものの擬曲が3作そこで上演された。 バーンズの戯曲は1925年には4作目のハトがスミス大学スタジオシアターで初演され一連の短いレーゼドラマが一部はバーンズの偽名であるリディアステップ2の名前で雑誌に掲載されたこれらの戯曲にはアイルランドの戯曲家ジョン・ミリントン・シングの強い影響が見られたバーンズはシングの語法の詩的な性質とその現影の 悲観論との両方に惹かれた。批評家たちは、バーンズの戯曲、特にバーンズが、シングのアイルランド方言を真似ようとした作品を、シングの派生作品と見た。バーンズが後年、それらの作品を単なる若書きとして廃棄したところを見ると、本人もそう思っていたのかもしれない。しかし、これらの定型的で不可思議な初期の戯曲も、内容においては、 プロビンスタウンの他の戯曲家仲間たちのものよりも実験的ではある。バーンズの戯曲、大地から来た三人の男に対して、ニューヨークタイムズのアレクサンダー・ー・ウールコットは公表した。作者が意図するもの、仮にそれがあったとして、それを観客が全く知らされないままで、芝居がどれほど興味深く、本質的に劇的であり得るか、ということを示す実例であり、 観客は手がかりが曖昧に示されるだけで謎が明かされないままに進む寸劇の一語一語に耳を傾けながら片唾を飲んで座っていた。フリーセックス1910年代のグリニッジビレッジはその性的に自由な雰囲気と同様に知的な自由さでも知られていた。バーンズは祖母と父が信奉する自由恋愛の哲学で育てられ、ビレッジの住人の中でも得意であった。 父の風変わりな考え方には無制限に生殖を行うことも含まれていたが、バーンズはそれには強く反対した。出産に対する批判は彼女の作品の中でも重要なテーマになった。しかし、性的自由については価値観として持ち続けた。1930年代にアントニア・ホワイトに対して、セックスにも男であれ女であれベッドを共にすることにも、 何ら罪の意識を感じないと告げた。手紙を見る限り、バーンズが21歳になるまでに、家族は彼女の両性愛に十分に気づいており、グリニッチ・ビレッジ時代には男や女双方と多くの常事を持った。トレンド誌ジューナバーンズによる表紙のイラストレーション、1914年10月号、中でも最も重要なものは、ドイツ人のエルンスとハンフ・シュテングルとの婚約だろう。 ハンフシュテングルはハーバード大学ででドイツで父親が経営していた美術出版社のアメリカ支店を経営していたホワイトハウスでピアノ演奏会を開催したこともあり上院議員のフランクリン・ルーズベルトの友人でもあったが第一次世界大戦間のアメリカの反読感情に次第に怒りを募らせるようになっていき1916年に ドイツ人の妻をもらいたいとバーンズに告げた。この辛い破局は夜の森から削除されたシーンのもとになった。アメリカの反独政策のせいでハンフシュテングルは適正外国人として扱われ、彼の経営する美術出版社のニューヨーク支店の資産をアメリカ政府に没収されたため、ドイツに戻りアドルフ・ヒトラーと親友になった。しかし最後は過激化するヒトラーと反目し、 イギリス経由でアメリカに亡命し、アメリカ政府のナチス対策のアドバイザーになった。バーンズは1916年あるいは1917年から社会主義哲学者で批評家のコートニー・リーモンと同棲した。バーンズはリーモンをコモンド上の夫と呼んだが、これもはっきりしない理由で終わった。バーンズはニューヨークプレスの記者でプロビンスタウンプレイヤーズの仲間でもある、 メアリー・パインとも情熱的なロマンスの関係にあった。パインは1919 19年にバーンズに最後まで見取られながら結核で死んだ。パリ、プラスサンシュルピスにある4人の僧侶の泉、夜の森の重要な舞台。1920年代のパリは芸術や文学でモダニズムの中心であった。ガートルード・スタインはパリは20世紀があるところであったと言った。 バーンズは1921年にマッコールズマガジンの仕事で初めてパリを旅行した。バーンズはアメリカの定期観光物のために同国の国外居住の作家や芸術家にインタビューしほどなくパリで有名人となった。その黒いマントと辛辣なウィットが当時の多くの回顧録にも控えられている。最初の小説が出版される前であっても バーンズの文学的評判はすでに高かったが、これは1918年リトルレビュー誌に掲載され、1923年に作品集一冊の本として再版された馬たちに囲まれたカズヨの力によるところが大きかった。バーンズは影響力あるサロンの女性主人、ナタリー・バーニーの側近の一人であったが、バーニーは バーンズのパリでのレズビアン生活の風刺的な年代期、貴婦人年間の中心人物であるのみならず、バーンズの修正の友人でパトロンでもあった。10中89、二人の間には短いジョージもあったが、バーンズのパリ時代で最も重要な関係は芸術家、セルマウッドとのものだった。ウッドはカンザス州の生まれで彫刻家になるためにパリに来たが、 バーンズの提案でその代わりに銀筆素描に手を染め、ある批評家がアンリ・ルソに例えるような動物と植物の素描を描いた。1922年の冬までに二人はブールバール・サンジェルマンのフラットで共同生活を始めた。この時期に発展したもう一つの親密な友人関係は、ダダ芸術家の男爵夫人、エルザ・フォン・フライター・クローリとのものであり、 1923年からエルザと精力的な文通を始めた。ウッドがバーンズに二人の象徴的な姿勢児を表すために贈り物として人形を与えたところで男爵夫人は姿勢児が二人の本であるエロチックな結婚を申し込んだ。パリからバーンズはベルリンにいる男爵夫人を金銭、衣服、雑誌で支えた。 バーンズはまた男爵夫人の死と書簡を収集した。バーンズによるジョイスの素描。1922年、バニティフェア史上のジョイスインタビューに添えられたバーンズは、ジェームズ・ジョイスへの紹介状を持って、パリに来たが、バーンズは、バニティフェア史のために、ジョイスにインタビューし、友達になった。バニティフェア史インタビューの見出しは、ジョイスのことを、今のところ文学で、 かなり重要な人物の一人である男と宣伝していたが、ユリシーズに対するバーンズの個人的反応は、慎重さのないものだった。すなわち、私は次の行を書けない。あの後では、誰が度胸を持てるだろうバーンズが19世紀後半のデカダンスや、美学の影響がある、嫌味な女たちの書ザ・ブック・オブ・リップルシブ・ウィーメンから、後期作品のモダニズム実験に向かったのは、 ジョイスの作品を読んでからだった可能性がある。しかし、二人はその文学の固有な主題が異なっていた。ジョイスは、作家とは、ありふれた主題に焦点を合わせて、特殊なものにすべきと考えたの対し、バーンズは常に異常なものに、時にはグロデスクなものにさえ、惹かれた。また、バーンズ自身の人生が特殊な主題でもあった。バーンズの自伝的な最初の小説、ライダーは、 その移りゆく、処分隊、ユリシーズによって、霊感を与えられた技法マイナスを解読する、難しさのみならず、大半の読者の期待や経験からはほど遠い、型破りな一夫多妻の過程の歴史を継ぎ合わせて、完成する問題をも、読者に示した。ライダーは、文章の難解さにもかかわらず、その歪説さが注目を引き、短期間、ニューヨークタイムズのベストセラーにもなった。その人気は、 出版社の不意をついた。初版3000部はしばた叩く間に売り切れたが、増刷が書店に並んだ頃には大衆の興味がしぼんでしまっていた。が、それにもかかわらず、その前金でバーンズはサンロマン通りに新しいアパルトマンを買い、そこに1927年9月からセルマウッドと住み始めた。この天況でグリニッチビレッジ時代以来のバーンズの友人ミナロイが、 隣人になった。ロイは、貴婦人年間の中で、唯一の異性愛者ペーシャンススカルペルとして登場しており、女性たちとそのやり方を理解できなかったと描かれている。貴婦人年間はその主題のために、社交貴婦人という匿名で、小さな鹿番で出版された。バーンズとその友人たちが、パリの市外で販売し、またバーンズが何とかして、アメリカに勝負数を密輸した。 書籍販売業者、エドワード・タイタスが、貴婦人年間の表題詞で自分に言及されることと、引き換えに自分の店に置くことを申し出たが、タイタスが1回のすりの全部数について、印税の分け前を要求した時はバーンズが激怒した。バーンズは、後の交渉の中でタイタスという名前を虐待する父に、つけた。バーンズは、ライダーと貴婦人年間をセルマウッドに捧げたが、 この2冊が出版された年、1928年は2人が別れた年でもあった。バーンズは2人の関係が1対1であることを望んだが、ウッドが彼女に世界の残りと共にあることを望んでいることが分かった。ウッドはアルコールへの依存度が増し、夜は飲むことという気ずりのせいの相手を探すことに費やした。バーンズはウッドを探してカフェを回り、 同じくらい酔っ払ってしまうことも、たびたびだった。ウッドに、裕福な遺産相続者、アンリエット・マクリー・メトカーフとの関係ができたことで、バーンズは、ウッドと別れた。メトカーフは、夜の森の中で、ジェニーペ・ペサブリッジとして、出厳しく描かれている。夜の森の原稿の大半は、1932年と1933年の、夏の間に書かれたが、その間、バーンズは、 芸術のパトロン、ペギー・グッケンハイムが借りた、デボンシャーの荘園士官、ヘイフォード・ホールに滞在していた。仲間の招待客には、アントニア・ホワイト、ジョン・フェラー・ホームズ、そして小説家で詩人のエミリー・コールマンがいた。その荘園士官、住人らによって、ハング・オーバー・ホールとあだ名をつけられたマイナスでの夕べは、しばしば、真実と呼ぶパーティーゲームで過ごされたが、 それは緊迫した感情に支配された雰囲気を作り出して容赦のない率直さを奨励した。バーンズは恐ろしくて書きかけの原稿を放っておけなかった。というのもバーンズに秘密を打ち明けていた気まぐれなコールマンがもしバーンズがその秘密をばらしたら原稿を焼いてしまうと脅していたからだった。しかしコールマンは一度その原稿を読むとその擁護者になった。 連続する走行のコールマンの批評文によって、バーンズは大きな構成的変更を施す気になり、出版社が次々とその原稿を拒否した時に、当時、フェイバーフェイバーの編集者だった、T.S. エリオットを説得して読ませたのがコールマンだった。フェイバー社は1936年にこの本を出版した。書評はこれを偉大な芸術作品として扱ったが、あまり売れなかった。 バーンズはフェイバーから全金を受け取っておらず、最初の印税計算書もわずか43ポンドだった。翌年ハーコートブレースから出版されたアメリカ版の売れ行きは同じようなものだった。バーンズの1930年代はジャーナリズムで、ほとんど仕事をしておらず、ペギーグ・グゲンハイムの金銭的支援に大きく依存していた。常に病気にかかっていて、 飲酒量はどんどん増えていったグッケンハイムによれば、バーンズは1日にウイスキーボトル1本を開けたという。1939年2月、ロンドンのホテルにチェックインして、自殺未遂をした。グッケンハイムが、通院費や医者代を支払ったが、ついに辛抱できなくなり、バーンズをニューヨークに送り返した。バーンズは、ニューヨークでは、母と一部屋を共有したが、母は余同指摘をしたし、 クリスチャンサイエンスに回収してメリー・ベーカー・エリからのショークを読み続けた。1940年3月、バーンズの家族は禁眼療法を施すためにニューヨーク州北部のサナトリウムにバーンズを入らせた。怒ったバーンズはその一家の電気をかく計画を始め、エミリー・コールマンには私が家族に対して憎しみ以外の感情を抱く理由はもはやないと書き送った。 このアイデアは、最終的には、議局、交渉に結実した。ニューヨーク市に戻ったバーンズは、母とひどい喧嘩をし、通りに放り出された。バーンズが42年間住んだパッチンプレイスバーンズは、他に行くところもなく、セルマウッドが、町から出ている間そのアパートメントに滞在し、次の2ヶ月間は、エミリー・コールマンとその恋人、ジェイクス・カーボローと共に、 アリゾナ州の労働牧場で過ごした。バーンズはニューヨークに戻ると9月にグリニッチビレッジのパッチン、プレース後にある小さなアパートメントに移り住み、そこでその後の人生42年間を暮らすことになった。1940年代を通じて大酒を飲み続け、実質的に何も書かなかった。グッケンハイムは心配していたもののわずかな手当を支払い続け、 コールマンはそうする余裕はあまりなかったが、月ごとに20ドルを送った。1946年、バーンズは現行越独身査者としてヘンリー・ホルトに雇われたが、その報告はいつも辛辣だったし、バーンズは間もなく首になった。1950年、バーンズはアルコール依存症のために芸術家としての能力が活かせないと悟り、刺激。 交渉を書き始めるために断手した。この議曲は、バーンズ自身の家族の歴史を多く利用し、その執筆は怒りによって燃料を与えられた。バーンズは、私は交渉をを食いしばって書いた。私の筆跡はダガー並波に荒れていると気づいたと言った。バーンズの弟サーンはこの議曲を読んで、何かずっと前に死んで忘れられるべきものに対する復讐を欲しているとして、 バーンズを非難したが、しかしバーンズは、彼の手紙の余白に、自分の動機として、代わりに、正義公平さジャスティスと書き、彼が書いた、死んで、デッドという言葉の次に、死んではいないのとデッドと付け足した。交渉の後はバーンズは、試策に戻ったが、それを書いては書き直して500編にも及ぶ走行を作った。彼女は、長くなる。 健康問題一覧表にもかかわらず1日に8時間書いたが、その一覧表の中には重症の関節炎もあり、バーンズがタイプライターに向かって座ることや机の明かりをつけることも困難になった。これらの詩の多くは完成されず、バーンズの生前に出版されたものは数少なかった。パッチンプレイス時代のバーンズは悪名高いオステニンとなり、誰でも自分がよく知らないものには、 強い猜疑心を抱いた。通り向こうに住んでいた E.E. カミングスが定期的に窓越しにまだ生きてるかい、ジューナと叫んで安否を確認した。レズビアンの作家バーサハリスは郵便受けにバラの花を入れておいたが会うことは叶わなかった。カーソン・マッカラーズは玄関前の階段にキャンプを張ったがバーンズはこのベルを鳴らす者は誰でも地獄に置いきなさいと叫んだだけだった。 アナイスニンはバーンズの作品、特に夜の森の熱狂的なファンであった。アナイスニンがバーンズに数回にわたって手紙で女性作品の雑誌に参加するように招いたが返事はなかった。彼女はアナイスニンを軽蔑したままで彼女を避けるために通りを横断したものであった。バーンズはアナイスニンが登場人物にジューナと名付けたことに腹を立て、 フェミニストの書店中なブックスがクリニチビレッジに開店したとき、名前を変えるように電話で要求した。バーンズは自分とマリアンヌグアが若かった1920年代以来、マリアンヌグアを修正、愛していた。バーンズは最後には通列であったが、しかし、時々は恐ろしい外見の下では、彼女は温かく、常に面白く。 ほとんどシェイクスピア的な語彙を備えていたバーンズには他にも女性の恋人がいたが後年には私はレズビアンではない。私はただセルマを愛しただけだと主張していることが知られていた。バーンズは1961年にアメリカ国立芸術文学研究所のメンバーに選ばれた。1982年にニューヨークで死んだ時モダニズム英文学の第一世代では 最後の生き残りだった。嫌味な女たちの書のイラストレーションバーンズの呼び売り本嫌味な女たちの書には8編の陰律詩と5つの素描が収められている。その詩は19世紀後半のデカダンスの影響が強く、イラストレーションのスタイルはオーブリー・ビアズリーのものに似ている。舞台はニューヨーク詩であり、主題はすべて女性である。すなわちキャバレーの歌手、 ニューヨーク市地下鉄から窓に見える女性、そして最後の詩では死体保管工事所にある2体の自殺遺体である。この本は女性の肉体と性を多くの読者を実に嫌味な印象を与える言葉で記述しているが、バーンズの作品の多くと同様に作者の立場は曖昧である。中には女性に対する文化的態度を暴露し、風刺で攻撃しているとしてこの詩を読む。 批評価もいる。バーンズ自身は嫌味な女たちの書を当惑させるものとしてみなすに至った。表題を白地的と言い、その履歴書から除外し、本を焼却すらした。しかし、著作権は一度も登録されなかったので、彼女は再発行を阻止することができず、そしてバーンズの銃冊の最も多い作品の一つとなった。 1917年に発表された短編。アルメニア人農夫のルゴエイミーティフは、下て屋を相続し、マンハッタンにいる。ルゴは、アディと恋に落ちるが、アディは、彼の愛情を証しするには、英雄的な行為をしなければならないという。ルゴは、アディへの愛情の証しとして、近所の肉屋からウサギを殺す。最後には、ルゴがアディの愛情を価値得たか不明であるが、 ルゴが最初に持っていたムクをその行為が殺したことは明らかである。小説、ライダーはコーンウォール・オン・ハドソンにおけるバーンズの子供時代の経験をもとに描かれている。ライダー家の50年間の歴史を書いている。すなわち、ソフィア・グリーブ・ライダー、祖母のジェーデルのような貧困に陥った元はサロンの女主人。彼女の怠惰な息子ウェンデル。彼の妻アメリア。 彼の同居する情婦系とケアレス。そして彼らの子供たち。バーンズ自身は、ウェンデルとアメリアとの娘ジュリーとして登場している。ストーリーは出演者が多く、様々な視点から語られる。数人の作中人物は、たった一つのショーの主人公として登場し、結局は、本文からすっかり姿を消すだけである。ライダー家の年代記の断片に、子供たちの話、歌、手紙。 死、偶はそして、夢が散りばめられている。文体は、明らごとに変わり、調査からダンテ・ゲイブリエル・ロセッティまでの作家のパロディとなっている。ライダーはプロット以上に文体に重きが置かれ、そのパロディの対象は、聖書や書簡対象説をも含む。エル・イマゲリエ・ポプューレアの版画、ライダーも、貴婦人年間も、フランスの民衆芸術から借りてきた、視覚的な語彙の方を選んで、 嫌味な女たちの書のビアズリー様式のソビオを捨てている。いくつかのイラストレーションは、ピエール・ルイ・デュ・シャルトルとルネ・ソールに絵によって、著書、エル・イマゲリエ・ポプューレアに集められた中世以来の様々に写し取られてきた書イメージ同版画や、板目目版画に綿密に基づいている。ライダーのイラストレーションの歪説性のために、アメリカ合衆国郵便公社は、運搬を拒否し、 いくつかのイラストは初版から除外された。その中にはソフィアが寝室用便器に排尿しているのを見られているイメージやアメリアとケイトケアレスが暖炉の側に座って小袋を編んでいるイメージが含まれていた。また文章の歪いせつな箇所も削除された。バーンズは辛辣な序文で欠けている語やだりは読者が検閲によって加えられた大破壊がわかるように アステリスクで置き換えられていると説明していた。1990年のダルキーアーカイブ版では欠けている巣書きが回復されたが、オリジナルの本文は第二次世界大戦中に現行の破壊と共に失われた。貴婦人年間はパリのナタリー・クリフォード・バーニーのサロンを中心とするレズビアン社交サークルについての実話モデル小説である。 バーンズ自身によるエリザベス朝様式の痛め目木版画が添えられ、古風なラブレー風の文体で書かれている。バーニーはデーム・エヴァンジェリン・ミュッセとして登場するが、彼女は心では後部と全部で、そして最も彼女らを苦しめた部分ならどこででもひどく嘆き悲しむ少女たちの追求と休息と気晴らしのための一大席十字であった。デーム・ミュッセは若い時は 先駆者で厄介者であったが、ウィットがあり、学識のある50歳に達している。彼女は苦悩する女性を救い、知恵を授け、死の時は成人に女性られている。同様に偽名で現れるのは、フランス人女性作家エリザベスド、グラモーン、アメリカ人女性画家ロメーヌ、ブルックス、社交界人女性ドリー・ワイルド。オスカー・ワイルドの名、イギリス人、レズビアン作家。 ラドクリフ・ホールとそのパートナーの彫刻カウナ・トラ・ブリッジ。アメリカ人ジャーナリストで両性愛者女性。ジャネット・フラナーとソリータ・ソラノ、そしてミナロイである。ロメーヌ・ブルックス。1894年頃ナタリー・バーニー。ジャネット・フラナー、ジューナ・バーンズ。1925年頃。ソリータ・ソラノとジューナ・バーンズ。パリで1922年頃。 貴婦人年間の曖昧な言葉遣い、内輪の冗談及び両義性のために、批評家は、これが愛情のこもった風刺であるのか、それとも辛辣な攻撃であるのか論理を続けているが、バーンズ自身はこの本を愛し、一生、読み返した。貴婦人年間の12のセクションは、それぞれ1年間の12の月に対応している、構成である。バーンズの作家としての評判は、夜の森が、 1936年にイギリスのフェイバーフェイバーによって公開版で、1937年にアメリカのハーコート・ブレイスによって T.S. エリオットの序文付きで出版された時に気づかれた。この小説は1920年代のパリを舞台にし、5人の登場人物の人生の周りを回るが、そのうち2人はバーンズとウッドに基づいており、 その関係が終わる頃の状況を反映している。登場人物のノラ・フラットはバーンズを思わせる人物像であるのに対して、ノラの恋人、ロビン・ボートは、セルマ・ウッドとエルザ・ホン・フライター・クロリンの合成である。エリオットはその序文の中で、バーンズの文体を褒めたが、それは、三分のリズムを有し、そして、陰文のそれではない音楽的パターン、陰文で訓練された。 感受性のみが全的に進化を評価しうる優れた小説であると書いた。エリオットは検閲についての心配のために夜の森の中の性や宗教に関わる言葉を和らげる編集を行った。チェリル・ j プラムの編集でこれらの変更を元に戻した版が1995年にダルキーアーカイブプレスから出版された。英国の詩人ディラン・トマスは夜の森を これまでに女性が書いた3冊の偉大な書物の一つと表現し、アメリカのビート世代の作家ウィリアム・バローズは20世紀の偉大な書書の一つと呼んだ。1999年にパブリッシング・トライアングルによって収集されたレズビアンとゲイの本100冊の中では12番目に入っている。ブランクバースによる超現実主義的な陰文技局であり、 悲劇の交渉は1939年のイングランドが物体である。ジェレミー・ホップスはジャック・ブローの変装をして、その家族を朽ち果てた先祖伝来の家バーリーホールに呼び集める。その動機は一度も明確に述べられていないが、家族間の対立を喚起し、家族に自分たちの過去に関する真実に直面させたいと望んでいるように見える。その姉・ミランダは、 舞台女優であり、今や、パトロンも金もない。その実利主義の兄弟エリシャとダドリーはミランダを、自分たちの財政的に恵まれた状態に対する、脅威と見ている。エリシャとダドリーは、彼らを虐待する父、タイタス・ホップズとの共謀について、母、オーガスタを非難する。彼らは、ジェレミーのルスを利用して、動物の仮面を被り、残酷で性的に挑発的な発言をしながら、 二人の女性を襲う。オーガスタはこの暴行をゲームとして取り扱う。ジェレミーは子供たちが育ったアメリカにある家のミニチュアである人形の家を持って帰宅する。彼女がそれを調べていると彼は彼女の3倍の年齢の旅するロンドン子によるミランダの強姦をタイタスが密かに計画するのをオーガスタが妨げられなかったためにオーガスタ自身を服従によって マダムになったと非難する。最後の幕では、ミランダとオーガスタだけが登場する。オーガスタは、ミランダのより自由な生活を認めないと同時にまた、羨んでもおり、娘と服を取り替えて、再び若返ったようなふりをしたいと望むが、ミランダがその遊びに入ることを拒む。オーガスタは、エリシャとダドリーが車で走り去る音を聞くと、彼らが二人を捨てたことで、ミランダを責め、 彼女の頭部を消灯の金で殴り続けて殺し、オーガスタも力を使い果たして、ミランダの側に倒れて死ぬ。この劇は1962年に、ストックホルムで初演されたが、そのスウェーデン語への翻訳は、カール・ラグ・ナーギーローと国連の事務総長、ダグ・ハマー・ショルドが言った。ジャック・ルイ・ダビッドの肖像が、レカミエ夫人。一文字のアルファベットで歌った動物たちの中で、 バーンズは次のように書いた。開票、彼女は花嫁のようにもたれかかり、あまりに従順すぎ、少しも疑わない。デカミエ夫人、気取って、そして海底に達するバーンズの最後の本、一文字のアルファベットで歌った動物たちは、短い応援誌の詩集である。その形は、自動書を思わせるが、内容は、子供の読み物には好ましくない意味や高度な語彙が、含まれている。 すなわち、t で始まる項目は、ウィリアム・ブレイクのタイガーを引用し、アザラシは、ジャック・リー・ダビットによるレカミエ夫人の肖像画に対比され、稲泣いているロバは、ソルフェージュを練習していると表現される。動物たちは、バーンズの初期作品に見られる自然と文化のテーマを続けており、その動物偶話集としての配列は、バーンズが長い間、百科事典や年間のような、 知識を体系づける仕組みに興味を持っていたことを反映している。1920年代及び1930年代の間、バーンズはエルザ・フォン・フライター・クローリの電気を書く努力を払い、出版に向けて彼女の詩を編集した。男爵夫人の詩の出版社が見つけられなかったので、バーンズはその計画を断念した。彼女の電気の走行を幾章文化書いた後、 その計画も断念したが、それに先立って、バーンズは1939年に第一章をエミリー・コールマンに提出したが、その反応は、有望なものではなかった。バーンズの電気執筆の努力は、E.N. アイリーン・ギャモルのバロネス・ウェルザに詳しい。バーンズは、トルーマン・カポーティウィリアム・ゴイエン、カレーン・ブリクセン、ジョーン・ホークス、レズビアン・作家バーサ・ハリス及びアナイス・ニンのような、 様々な作家によって影響力を及ぼす人として印象されてきた。バーサ・ハリスは、バーンズの作品を、サッポ以降、現代西洋世界にあるレズビアン文化の事実上入手可能な唯一の表現といった。バーンズの電気的覚書と収集された原稿は、エルザ・フォン・フライター・クローリ男爵夫人を、ダダの歴史の片隅から引き出してきた学者にとって、主な供給源であった。 それらは、男爵夫人の死の最初の大きな英語による、収集イエヌ、ボディスウェッツ、ザ・アンセンサード・ライティングス・オブ、エルザ・フォン・フレイト・グロリンホーブンと、電気バロネス・エルザ、ジェンダー、ダダエブリデイ・モダニティを生み出す、際の鍵となった。エマニュエル・アザンは、ウディ・アレン監督の映画、ミッドナイト・イン・パリで、ジューナ・バーンズ役を演じたが、セリフはなく、短い仮名を出演であった。 ありがとうございます。